柳川伝承下げも保存会型下げ門での吊るし飾り下げ門は、福岡県柳川市に伝わる風習。吊るし、飾りの一つ。女児の生まれた家庭では、その一生の幸せを願いひな団は、父方の実家から、下げ門は、母方の親戚、母、祖母が用意する。これに類する風習として、静岡県東伊豆町のひなの吊るし飾り、 山形県坂田市の笠福がある。正式には約40センチメートルのちくわに赤白の布を巻きつけ、細工物と柳川マリを交互に7列7個の49個を吊るす。全行は150センチメートルほど人生50年と言われた時代に女性は一歩引いて49年と配慮した意味を含ませ、さらに中央に特大柳川マリ二例を加え、 計51個とすることにより、人生50年よりも長生きできるように弾をかける。これを、初節句の際、ひな壇の横に左右帯で飾る。現在では、簡易型の5列5個火災地や、ガラスショーケースに入ったものもある。もともとは、奥女中のたしなみ教養の一つとして、お姫様が生まれるとこと詰め入れなどに使う袋物を、姫様の健やかな成長を願い作ろへ送ったのが、 始まり。やがて吊るしひなへと片岡へ柳川、マリと共に伝承されてきた風習である。また彼女らの里帰りを通して庶民にも伝えられた。裕福な家庭はひな壇をさらに豪華に引き立てるため、部屋中に下げ門を飾り付け客人を招いた。あるいはひな壇を用意できぬ家庭でも、その代わりとして布団はぎれで縫い合わせ心を込めた初セックの祝いとした。ありがとうございます。